包括連携協定の締結式にはアサヒグループジャパンの浜田社長と佐賀県の山口知事鳥栖市の向井門市長が出席しましたこの協定はスポーツ文化の振興や地域経済の活性化などを目的としていて第1弾としてサガン鳥栖など地元スポーツチームの試合で間伐材を使ったタンブラーに入れたビールを販売します アサヒビールは当初福岡市から佐賀県鳥栖市に移転する新工場の操業開始を2026年に予定していましたが建設や設備にかかる費用が高騰したため3年延期すると発表しています浜田社長は移転が延期となったことを謝罪した上で地域の発展に貢献したいと語りました